なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第2章番外編02、学園の七不思議、朗読を始めます。悪役令嬢レベル99。私は裏ボスですが魔王ではありません。第2章番外編02、学園の七不思議。たまに忘れそうになるが、この学園は乙女ゲームの舞台だ。もちろんイベントには事欠かない。今は2学年の夏。そろそろ幽霊のイベントが起きるはずだ。放っておいても問題ないのだが、また私のせいにされても困る。私は主人公であるアリシアを差し置いて、事件の解決に乗り出した。一人で幽霊を始末するというのもなんだか寂しいのでパトリックを誘うことにする。パトリックは知ってる。幽霊が出るって話。ああ、物好きな連中が噂しているな。俺は詳しくはないぞ。私の耳には入ってこなかったが、やはりもうイベントは始まっていたか。パトリックは事情通だな。パトリックも案外、噂好きなの。学園の生徒は誰でも知っているだろ。ここ数週間では有名な話だ。そうだよね。ゲームの知識がなかったら、私は一生知ることがなかったのだが、私の孤立っぷりは凄まじい。そこでパトリックが聞き慣れない言葉を口にした。ユミエラも七不思議には興味があるのか？ええ、七不思議。七不思議とは一体、ゲームでは一つだったはずの心霊現象がなぜ6個も増えているのだろうか。本来のシナリオと乖離している現状だが、今回に限っては私が原因で変わるイベントではない。私の知らない何かが学園にいるかもしれない。私は背筋がゾッとした。けれど、学園に何が潜んでいようと殴れば大体倒せるだろうし、殴れない相手だったら対象がいる空間ごと削り取ればよい。よし、完璧な作戦だ。その翌日の放課後、私とパトリックは学園七不思議の調査をしていた。二人とも七不思議の詳しい内容については知らなかったので、前日のうちに聞き込みをしてメモに残してある。ちなみに聞き込みをしたのはパトリックだ。私も聞いたのだが皆は言葉を濁すばかりで、誰も七不思議については教えてくれなかった。ここが一箇所目だ。世にも恐ろしい怪物が出る、らしい。怪物。なんかイメージと違うのだけれど。パトリックが立ち止まったのは学園の外れにある倉庫の近くだ。声が聞こえるとか、勝手に物が動き出すとか心霊現象的なものを想像していたが、どちらかといえば未確認生物っぽい。その時、倉庫の出入り口から大きな黒い物体がニュッと飛び出してきた。そう、この倉庫は愛しい我が子の家なのだ。竜、お家にいたのね、いい子にしてた。ドラゴンの竜は私に頭をこすりつけて甘えてくる。ああ、本当に可愛いな。竜の頭を撫で回しながら、私は言った。ねえ竜、ここら辺で怪物って見てない？竜は何のことだかわからないという顔をしていた。やはり所詮は噂話。世にも恐ろしい怪物なんていなかったのだ。やっぱり七不思議なんて嘘ね。いや、多分だが竜が。パトリックは竜を眺めながら言う。竜がどうしたというのだ。人くらい丸飲みできそうなほど大きなお口。鎧など髪のように切り裂くであろう爪。そんなパーフェクトに可愛らしいドラゴンと、恐ろしい怪物とに関わり合いはない。竜に別れを告げた私たちは次の場所へと向かう。パトリックが指さしたのは学園の女子寮だ。しかも私の部屋がある棟だった。二箇所目はここだな。二階の右端の窓。あそこから飛び降り自殺を図る女生徒がいるらしい。あそこって私の部屋なんだけど。ユミエラが見ていないなら、例の女生徒はいないのだろうな。また根も葉もない噂話だったか。そもそも2階の窓から飛び降り自殺という時点で怪しい。圧倒的に高さが足りない。私もたまにあの窓から部屋に出入りするけれど、幽霊なんて一度も見たことがないしね。
窓から、あそこから飛び降りて外に出たり、ジャンプして部屋に帰ったり。ああ、そういうことか。ええ、どういうこと？私はその後、行儀が悪いとパトリックからお叱りを受けることになった。いいじゃん、ショートカットくらい。3番目の場所は図書室だった。ここも私がよく利用する場所だ。国家転覆を目論む者が標本書を笑いながら読み漁っている、とのことだ。何それ、階段じゃないじゃん。それは七不思議ではなくて陰謀論だろう。また嘘だろうなと思っているとパトリックが言った。パターンは分かってきた。ユミエラは図書室でどんな本を読んでいる？ええ、歴史の本と魔法の本は読み尽くしちゃったから、最近は標本の本とかも読んだりしてるけど。なるほど、理解した。集団戦での陣形やらが真面目に書いてある本だが、そんなことを考えている暇があったらレベルを少しでも上げればいいのにと思ってしまう。私が1万人 vs 私が1万人の戦場を想像するのだが、私たちは陣形とかは関係なく最上位魔法を連射し出す。もう不毛すぎて笑ってしまう。標本書は私に合わない。それよりパトリックはパターンが分かってきたと言っていたが、どういうことだろうか。今までの七不思議に共通点は思い当たらない。何が分かったのかを直接尋ねてみるが、彼は言葉を濁すだけだった。それからも学園中を歩き回ったが、信憑性のある話は一つもなかった。成果が得られなかったからだろうか、パトリックも疲れた顔をしている。はあ、ここが最後だ。深夜、東棟ホールのピアノが一人でになり出す。ユミエラはピアノが弾けたのか？弾けないけど、弾いているのは幽霊でしょ？私が楽器の類を弾けるわけないだろうに。あ、魔物呼びの笛はしょっちゅう鳴らしている。あれは楽器にカウントして良いだろうか？最後になってしまったが、これがゲームのイベントで起こる幽霊騒動だ。ピアノの中に幽霊型の魔物が潜んでいて夜な夜なピアノを鳴らす、というのが騒動の真相。学園で魔物との戦闘イベントがあるのはこれだけなので、私もよく覚えていた。夜しか出現しない仕様だったはずだが、また出直すのは面倒だ。私はピアノの中を覗き込むも、例の魔物は見つからなかった。夜にまた来るしかないかな。それで、ユミエラは夜にここで何をしているんだ？だから私は何もしてないって。もしかしてパトリックは私が七不思議の原因だとでも思っているのだろうか。怪談話になるような紛らわしいことは一つもしていないのに。私はなんとなしにピアノの前に腰を下ろした。こうやって鍵盤を見るとなんだか弾ける気がしてきた。私はレベル99。超人的な反射速度を持っている。即興での演奏など軽々とできるかもしれない。問題は私の音楽センスだが、問題ないだろう。天才とまでは言わないが、そこそこの感覚は持ち合わせているつもりだ。じゃあ、私の演奏会を始めます。嫌な予感しかしない。奏者は私、観客はパトリック。放課後の学園で二人だけの演奏会が始まる。少しロマンチックだな。私は鍵盤を柔らかく叩いていく。足で踏むペダルは役割が不明なので触らない。聞きようによっては、普通に下手だな。適当に鍵盤を叩いているだけだろ。ちょっと、演奏中のマナーは守ってよ。私が下手。そんなまさか、こんなにも心地よい音色が鳴り響いているのに、パトリックは音楽の才能がゼロなのかもしれない。私はそんな彼でも受け入れてあげよう。しかし、このままでは普通の演奏で終わってしまう。私ならではの、そうだ、なるべく曲調を早くしよう。私の身体能力ならできるはずだ。だんだんと曲は加速する。右手が高音を弾いていると思ったら、次の瞬間には左端で低音を奏でている。どうだ、これなら私の凄さがパトリックも理解できるだろう。様子を伺うと、彼は顔を青くして口を押さえていた。気持ち悪くなってきた。ちょっと、どういう？パトリックを問い詰めようとした瞬間、
ピアノの中から何かが飛び出す。半透明のそれは幽霊型の魔物だ。出てきた。ダークフレーム。霊の魔物は漆黒の炎に溶かされて、ついには消えてしまった。まあおまけイベントの敵なんて瞬殺できるよね。やっと事態を把握したパトリックが言う。本当にいたとは、あれはレースか？そんな感じのやつだと思う。どこから入り込んだんだか。それが弓エラの演奏を耐えられなくなって出てきたのか。私も魔物ですら感動するほどの演奏ができるなんて思わなかったわ。弓エラはもう楽器に触らない方がいい。そんな弓エラにも素敵なところはあるから。私の素晴らしい即興曲により、幽霊騒動は幕を下ろした。これで学園を賑わせている七不思議の噂も落ち着くことだろう。翌日以降、七不思議の噂はさらに加熱したらしい。しかもピアノの話は少し変わっていた。東東ホールのピアノは不気味な曲を紡ぎ出す。この世のものとは思えない暗淡暗淡で奇怪なメロディは、人々を狂気へと貶める。なんだ、その怖すぎる話。例のピアノには近づかないようにしよう。次回は、悪役令嬢レベル99、第2章、04、アッシュバトン辺境博、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。